アルミコッヘルコッヘルとは、キャンプ、登山と主に屋外で使用される、携帯用の小型の調理器具である。語源はドイツ語のコッヘルによる。コッヒエル、コッフェルとも言うがこれらは、舞台発音から来るもので、現代ドイツ語発音に近い表記はコッハーである。英語のクッカーとほぼ同義。一般的に少人数での調理が念頭に置かれており、600cc から 2000cc 前後の容量を持つものが多い。上から見ると空豆型の飯盒に対しコッヘルは円筒型で折りたたみ式の取っ手がついているものが主流である。素材は主にステンレス鋼、アルミニウム、チタンが使用される。自転車や徒歩など携帯できる荷物が限られる場で使用するため、同じメーカーの製品であれば異なる大きさのものを組み合わせた上で重ねて収納できるようにしてあるものがほとんどである。圧倒的に丸型が多く、豊富なサイズや形式から選択できる。荷物に制限がある場合に用いるため、蓋はフライパンや皿を兼ねるものが多い。こうした形状の蓋は飯盒と比較すると密閉度が低くなるため、米の炊飯時には蓋の上に重しを乗せて密閉度を高めると良い。より携帯性を重視する場合は、細長い振動、調理や食器としての利便性を重視する場合は、麻銅のものが選択される。振動のものは、ポットとして使用できるように継ぎ口状に加工されたものもある。ポータブルストーブ用のガスボンベに合わせた口径を持つものも少なくない。袋入りのインスタントラーメンを調理しやすいように、四角い形状をしたコッヘルもあるが、パッキングしやすい、角の部分から注ぎやすいという長所がある一方、均一に熱が回らない、角の汚れが落ちにくいという短所がある。いずれの素材でも軽量化のため家庭用の調理器具に比べて肉薄に作られており、空炊きをすると容易に破損してしまうため、空炊きは厳禁である。硬くて耐久性がある一方、熱伝導率がアルミに比べて低いため焦げつきやすいという欠点がある。また重量があるため軽量化を追求する場では敬遠される。耐久性が高く焦げついても金たわしやクレンザーで気軽に磨くことができ、家庭用品とほとんど変わらぬ感覚で使用できる。酸に弱いため酸性の液体を入れっぱなしにするのは禁物である。家庭用アルミニウム製の調理器具同様、表面にアルマイト加工やスミフロン加工を施してある。熱伝導率が高いため燃料の節約になるほか、焦げつきにくく、炊飯にも適しており、安価で軽量なこともあって、最も一般的な素材。表面加工は強い衝撃などによって、傷がつくと剥離してしまい、そこから錆が進行するため取り扱いには注意が必要。ステンレスのように、金たわしやクレンザーで乱暴に磨くのは禁物である。錆が発生してしまった時には、薄い酸性の液体で煮沸して、錆を取った上で牛乳を煮ることによって新たな皮膜を作り応急処置とする。硬くて軽量だが、加工が難しく希少な金属のためステンレスやアルミに比べて高価格である。熱伝導率が低く、ハンドル部分が調理中に熱くなりにくい。調理後そのままコッヘルに口をつけても火傷しにくい等のメリットがある一方、燃費が悪く調理に時間がかかる、炊飯に使用する場合にある程度の経験が要求されるなどの短所がある。携帯性と汎用性を追求した道具としてはすでに完成されており、特に変わった製品などは見受けられなかったが、近年は燃費を重視し、専用のストーブとの併用を前提とした新しいタイプのコッヘルが登場している。風防を兼ねた蛇腹状の蓄熱用金属板を底面に配したもので、強風下でもロスなく調理できる上に、これまで外部に放出されて無駄になっていた熱も有効に利用できるため、大幅に燃費が向上している。ありがとうございます。